さあということでまずはバカが勝ち上がりでございます。はい、もちろんねこれトーナメントなのでね、もうこれを見て分かっていただける通り勝った方は次もやりますので、はい、なので、まあこれいつも見てくれてる方にすると、うん、ちょっと次を期待なんていうので投票する人もいるんですよね。その判断も入ってくるんだよね。そこなんですよ。だからまあ次見るときに先ほどの細かい部分もう一回見ていただいたり、なんかちょっと進化した部分を楽しんでいただいたり。なるほど、これは楽しみだ。そんな感じでございますんでね。はい、じゃあ行きましょう。ギャグ部門続いて C の作品です。どうぞ。くれないに染まったこの俺がこう動き続けたら赤べこ。いや、なんかなかなかポコさんの中では割とシンプルめに紅というね、ひらがなで紅というタイトルでしたけども、ねえ、なんかね意外と赤べこダーまで行かないんですね。行かないんですね。これは自足らずバージョンですね。行ってほしい感じもありましたけどね。本当ですよ。あ、確かこれ一文字足らずな感じが良かったっていう。やっぱね、余韻を感じさせる。面白いですね。そういうふうにやっぱ見てくれる人もいるんですよね。はい、さあ、それではその紅に対しますギャグ部門 D の作品です。どうぞ。中井スライディング。いや、シンプルな。なるほど。いいですね。はい、さあ今のがセクシーというね。そうなんです、ね、そっちなんですね。セクシーな方だったんですね。はい、さあそれでは良かったと思う方どちらかに投票お願いします。どうぞ。なるほど、お座敷で見たいギャグですね。ってことですね。なるほど。いや、こういう、ね、戦いになりますね。見てみましょうかね、どちらになったのか。よろしいでしょうか。5、4、3、2、1、どっち。ああ、くれない。なるほどね。なるほど。シンプルだった方はね、ちょっとね。